アフタートークということで、9月初め1回目でしたね、放送今回ね。そうですね。うん。うん、春菜の曲を。そうです。かけました。何気ない日々、うん。なんか去年作ってもう1年経って、でもなんか自分の曲の話するのってめっちゃ難しいな。こうあれよ、これよと思っててもすっごい、ね、慣れてないし、私あんまりそう。ああ。うん、だからすごいね。あれかも。そうなんや。なんか喋るの上手やから。あの、で、そんなことないようにも思ってたけど。頭はとっちらかるんや。書くのは好きやけど、喋るのはもう基本は苦手やからさ。あ、そう。そうなの。そうそうそう。あの音読とかは好きよ。ああ、書かれてるもの？書かれてるもの読むのは超好きやから、子供の音読とか私がしてる。うんうん、なんか学校の時はさ、その本読みとかさ、うん、なんか関西のうちら関西やん、うん、国語の時間とかさ、なんか、うん、さ絶対誰かしら絶対さ笑かす人いるやん、あの順番にさ関西人ってさ、ここででも笑いを取ろうと思うのかとかさ絶対誰か笑んかった、なんかすっごい普通の文章のさ、めっちゃ関西弁で言わ、うん、なんか途中から関西弁ですごい読み始める子とかさ、いて。でもさ、うん、真面目に読んでも絶対関西弁になる子っておらんかった私それがさ、もうほんま研究しようかと思ったぐらいさ、気になっててさ。で、なんかやっぱりきちんとこう、本読めって言われたら標準語一応さ、テレビとかで聞くから、うん、関西人にもインストールされてるもんやと思っててんけど、うん、すごい大真面目に、うん、私はどこどこへ行きましたみたいなさ、そう、どうしても関西弁に なるっていうのがさ、小学校の時そうじゃなかったかな、私もこれどこでもそうなんかな、日本全国あの方言、方言あるところでは、あ、でも絶対そうじゃない、そうなんかな、いや、そうやと思う、うちも多分、うん、あの国語の時間は関西弁の、うん、まあ、節で、あ、なんか、ま、アクセントになってたと思う、そうか、うん、バラかそうとかやったらわかるけど、うん、あえてね、そう、あえてものすごい節回しでうんうんうん言ってるような、言ってた、そう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 、いや話がずれちゃったけど、ね、いやいやいや、まあまあ、そのそういうね、何気ない日々っていう曲をはいはい書きましたね、うん、まだちょっとこれからもちょっと どんな風にアレンジしようかなと思ってるけど、なんか今回そう、あのコードを一番私が初めに書いつけたコードでユーに送って、うん、でなんかもっとこっちの色味の方なんじゃないかっていうので、いろいろ結構やり取りしてね、そうね、コードね、探コード感を探してたんですよ、なんか聞そう、ずっとデモを聞いてて、うんうん、そう、歌詞、そうそう、なんか歌詞と浮かぶ景色の色味、コードの色味っていうのが、うんうん、あのコード感がなんかすごくあのブルーな感じ、なんか、うん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 、ブルーって言ってもそのネガティブブルーなんじゃなくて、うん、あの 夜に近いっていうか、あのマジかーみたいなさ、あの夜の間の、うん、そうそう、夕方と夜の間か、あのブルー、うんうんうん、ああいうでもちょっと結構しっかりもう日落ちした後やな、そうそうそう、切ないというか、うん、そうそう、切、だからちょっと肌寒い色というか感じがしてて、うん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 、でも多分歌詞はすごい希望に、そうそう、なんかメロディーがもっとあったかくなったらすごい歌詞の希望感がめっちゃ出るかなと思って、うんうんうん、うん、なんか背中をずっと折ってもう見れないかもしれないみたいな、すーって寂しいんじゃなくて、多分それそのそれが大事、その一瞬一瞬が大事っていう、そのうんうんうん、希望に向かう方は多分、うん、高いコードなんじゃないかなと思って、うんうんうん、それでちょっと提案したんですけど、ね、うん、それね、でもすごい言われてよかったなと思って、私もなんかこう、うん、もうちょっと暖かくしたいなと思いつつ、うん、なんか具体的にどこが原因でそうなってるのかが私もあんまりつかみきれてなかったから、うんうん、なんかいろいろやりながら
あ、そう、あ、こういう色が出したかったっていろいろ探練っていく中で、うんうんうん、そうそう見つけれたから、あ、よかったなと思って、うん、そう、なんか自分一人でやってたらもう分かんなくなってくるから、うん、そうそうそう、なのでちょっと一番初めに流した音源からは今ちょっとコード感変えたものをまたちょっとアップしておこうかなって思うんですけど、うん、まあすめっちゃ変わったわけじゃなくて、ね、うん、すごい変わったわけではない、ね、うん、うん、でもなんか聞き比べてもらったら、まあ、うん、なんかちょっと違うかなっていうのは気づいてもらえるかな、ね、うん、うん、ね、すごい、うん、そう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 ねえ、うん、でも子供たちもどんどん大きくなってね、いくよね。そうやね、ほんまになんかもう永遠に続くんじゃないかってさ、おやっぱもう渦中にいると思うの、あの、うん、トイレ行っていつまでもおむつ履かへん時とかさもう、もうって思うけどさ大きくなるんやんなきっとあの私もおばちゃん、うちらも15歳やったんやもん、うん、14歳15歳でさ、うん、中学生とかやったのにね、うん、35ですよそうですよ、もうね、自分もね、自分の、うん、まあ同じ体験はできないけど、うん、自分の子供のようには思ってるし、自分、うん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 、ね、うん、いやまたまた、あ、帰ってきた帰り今日はかんちゃんが出演、今日のゲストですか？そうそうそう、そうですかね。うんうん、もうすぐ上がってくると思うので、この辺にしておきましょうか。あ、そうなの？ちょっと。来た。やっほー。かんちゃん、やっほー。なんか言って。ただいまって。ただいま。ただいま。今日もすごい嬉しそうだね。ね。じゃあお母さんに戻ります。はい。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。じゃあ今週も最後までありがとうございました。はい。